いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2019年式、メルセデスベンツ G350D を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロント複数箇所、フロントガラス複数箇所、左フロントオーバーフェンダーに飛び石、右リアドア、 リアバンパーにがございます。走行距離に関しましては約2万 6000km と低走行かつ、車両コンディション比較的良好な一台となっておりますボディカラーはモハーベシルバーインテリアはブラックレザーが採用されておりますメルセデスベンツ G クラスの中でも高い人気を誇る G350D でございますこちらのお車に関しましては 迫力あふれるエクステリアデザインに加え、ディーゼルターボエンジンということで、燃費性能にも注目していただきたい一台となっております。また、AMG ラインや、ラグジュアリーパッケージ、アダプティブダンピングシステムなど、オプションも充実した一台です。エンジンは2.9リッター、直列6気筒のディーゼルターボエンジンが搭載されており、最高出力は286馬力でございます。 ヘッドライトに関しましては LED が採用されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますまた足元には純正20インチのアルミホールが装備され迫力を感じる一台です合わせてトランクスペースの紹介ですトランクに関しましては手動での開閉となりますトランクスペース広々とした空間が確保された一台です スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。続きまして、インテリア、紹介させていただきます。インテリアに関しましては、ブラックレザーシートが採用されております。運転席、助手席、若干ではございますが、使用感がございます。ステアリングに関しましては、3本スポークのレザーステアリングが採用されております。 こちらにはパドルシフトが装備されており自由自在な変速が可能ですまたアダプティブクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけますナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されておりますまたバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができますシフトに関しましては急速の オートトマチックシフトが採用されております走行モードに関しましてはエココンフォートスポーツモードを選びいただくことができますまたフロント両席に関しましてはシートヒーターが装備されており肌寒い季節でも快適なドライブが可能ですさらにはサンルーフやブルメスター製のスピーカーなど快適装備充実した一台です続きまして後部座席紹介させていただきます 後部座席に関しましても目立った使用感はなく、良好なコンディションを保っております。また後部座席にもシートヒーターが装備されたお車です。今回は2019年式メルセデスベンツ G350D を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万6000キロと低走かつ車両コンディション比較的良好な一台となっております。数多くのオプション装備により、 ワンランラク上のお車となった G350D でございますこちらのお車に関しましては286馬力を発揮するディーゼルターボエンジンが搭載されており燃費性能にも注目していただきたい一台となっておりますまた純正のハードディスクナビゲーションや360度カメラシートヒーターやサンルーフなど数多くの快適装備が備わった一台です お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思いますよろしくお願いいたします